はい、田村木です。実は今日広場を散歩していたら、このアナーキベレー帽っていう、あの帽子をかぶったイカちゃんを見つけたんですけど、この人のギアちょっと見てください。これメイン性能を使っていて、あとメイン性能のギアがついてるんですけど、あの実は、なんかスプラトゥーン上ではこのアナーキベレー帽にはメイン性能つかないみたいらしくて、で、ちょっと調べたんですけど、調べたっていうかもう元々ね、なんか聞いたことあったんですけど、そしたら、メイン性能をつけてるギアは、もしかしたら改造の恐れがあるから、あの、もしも皆さんのこのアナーキベレー帽にメイン性能ついてる人は、ギア変えた方がいいです。なぜかというと、元々あのスプラトゥーンはない、多分ゲストタウンにもないのかな。はい。なんか元々ないギアなので、もしかしたら壊れてしまう可能性がね、データの初期化とかしなきゃいけない可能性もあるので、多分この人もね、あの、キツネに捕まされたのか何かで、知らずにね、あの、ギアを注文してっていうことになってると思うんですよ。あの、みんなもちょっと確認してみてください、自分の服を。あの、アナーキーベレー帽確認してください。俺もちょっと確認してくるわ。はい、お待ちしました。ホッケーフトマーバーバーリーバトルです。よろしくお願いします。あの、せっかくなので、俺もアナーキベレー帽。まあ、正式ではアナーキピンベレーでしたっけ、を使っていこうかなと思います。俺についてるギアはね、あの、メイン性能ではなく、インクギア軽減についていたので、あの安全シューズみたいなやつですね。あの、靴のマークの。あれがついていたので、まあ、無事でしたと。なんかこれね、海外の人がね、作ったか何かって俺ね、記事で見ました。ただ、今はなき、Yahoo 知恵袋。Yahoo 知恵袋で見たので。あれってなくなったんだっけ？詳しくはね、わかんないですけど。なんかまあ人が話してる掲示板見たので見ました。まあ大した本当の情報かもわかんないけど。まあでも今のとこバンされたことはないらしい。全部記事です。全部記事を詳細にしてる。強っ。てか、ホッケフといい感じに、あれだね、分かれたね。あ、でもちょっと侵入されてる。まずいか。俺のピンベレの力。あれ、今なんか言ってんの？オッケーオッケーオッケー。え？あははは、引かれた。もういないと思って、俺さっきボム投げたのに生きてたのか。さすがにもういないと思って、くそ。引かれたよ。大の大人が引かれたよ。危ない。まあ、せっかくね、あの、DR スーパー使ってるんで、あの、DR のくるくるを存分に使っていきたいんですけど、逃げないで。オッケー。うわ、ちょっとこれ邪魔だな、このトラクター。ローラ怖いな。相手ローラ何人いるのこれ。なんか結構いない？ 3 人いるぞ。3人的ローラーなんだけど。うわ、でも唯一の赤ザップが。あー、味方か。ポキ倒した。さすがにローラーからくるくるで離れればね、俺もね。あれよ。強いよ。ローラーにゃ、やっていけるよ。危ねえ。なんかボムでやられたのか今びっくりした。ローラーがもしかしたら後ろから来たのかと思ってた。あー、かわいそう。射程が、うお、まず先こっちから通す。危ねえ。今また引きに来たでしょ。絶対倒されそうだった今。オッケーオッケー、引いてる。ローラーいる。かわいそう。もう射程の暴力をしている気がする。もうメイン性能関係ないわこれ。ああ、いた。数の暴力、射程の暴力の次は数の暴力。ナイス。ああ、まあみんなも気をつけてくださいね。自分のギア見てね、しっかり。ぶっちゃけ言われないと気づかないけどね。この穴開き以外にもあるらしくてね、まあ調べてみますわ。どうしよう、なんかもう一回行くか試合。もうちょい試合するべ。これで終わんなんか寂しいよな。行きましょう。はい、間違えしました。スメシワールドです。よろしくお願いします。特にね、もうね、ギアに対してね、言うことはないんだけど、
そうだな。俺最近デュアルスイーパー使ってるんだけど、なんか、うまいことね、敵に当たんないんすよ。なんか、敵に弾が当たらない。プライムとかの方が個人的にはね、当たるんですけど。まあまあ、その分ね、プライムでは濡れるんで、俺は使うのは縄張りかな。なんかガチマッチやっぱ強いけどさ。俺が使っても、みたいな。昔マニューバー使ってたけどさ。ちょっと違うんだよ。難しい。使える人はすごい。武器もギアも、その人次第やん。敵来なくね。敵来ない。何してるんや。奴らは？あ、待って。なんかいる。危な。てかなんか相手、どっから来たのこれ、下からか。なんか抜け、俺の進行方向に敵がいないんだよ。行っちゃおっか。あ、落ちちゃった。戻ろう。結構濡れたぞ。この試合1000ポイント目標にして頑張るから。いける。危ねえ。ロボも気をつけないとね。あー、カーリングがちょっと鬱陶しいぞ。くそ。敵一日1000。あー、やばい。ちょっと雨だけ垂らしときます。来てる。よし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 。ここ塗る場所多いから。線余裕だわ。ちょっと当たった。ほら。俺、あえてインクギア軽減つけてるから。最悪踏んでも。俺、まあ、メイン性能が強いけどな。これ来てない。あ、味方が強い。あ、もうみんなグイグイ出てるじゃん。やば。あ、やばい。なんか手前にいる。分かった。勝ったし、もう、目標の1000ポイント行くぞ。ここいる。敵少ないなぁ。こっちいるね。あ、ない、うおぉローラー、ちょっとだけ。あ、今味方回線落ちたぞ。3人になっちゃったぞ。目の前で回線落ちてた。いや、でもね、これね、あ、ピンチついてるし、ミスらなければ全然いける。この時間帯ならまだ。ガチマはきついけど。ああ、ナイスナイス様。いや、まだピンチ、まだピンチ。ナイス。やべえ、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 やべえ。大丈夫か。やべえ、やべえ。助けて、誰か、誰か、助けて、助けて。ああ、最後やられた。ああ、勝ったんじゃないか。危なかった。もうちょい時間相手にやったらね、多分まくられてた。もうインクの差が出ちゃうけど。よかった。ありがとうございました。戻ってきましたね、ホッケフト。ここはトラクターがさ、ちょっとお邪魔なのよ。お邪魔虫なのよ。当たる気ないのに当たっちゃう。たまたま、進行方向にさ、動くさ、トラクター、トラック。なんでな、あれトラックでいいの？トラクターは違うか。破綻ボタンが耕すのがトラクターか。あ、インクが。なんかみんなね、結構前出てきてくれてるから、今回俺塗ってもいいと思うんだ。ハンコね。奥行ったな。ちょっとミサイルやだな。危ねえ。これ危ねえ。あそこのチャージャー、これ厄介なんで。お、当たってる当たってるけど、いやー、いやー、やりすぎたか。ね、結構当たったのに、今。惜しかったんですけど。神の局者が。気持ちいいよね、上向いて当てるの。ただ倒せなかった。メイン性能もしかしたら倒してたかも。つけてたら。あ、やった。で、ボムの方が強い。あー、1位、ありがとう、味方。アシストしてくれた。これメイン性能つけてたらさっきの気持ちよく倒した説あるけどね。いいや、俺のアナーキーベレー帽は。メイン性能じゃないんや。今俺のメイン性能確かパーティーハットだから。誕生日ギアなんですよ。誕生日の被り物したギアがね、メイン性能3、1.3 つけてね。強い。当たんね。
跳ねないで跳ねないでこのくるくる対決しょうもないよなお互いがジャンプしてくるくるするの危ねえ。今避けれるの強いよな。マジでやる。ちょっと敵陣地来て抜けてった。おお、ちょっと危ない。はい、戻ろう。あ、いや、トラクター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 オッケー、守ってくれた今回はトラクター守ってくれた。いや、ちょっと前出づらくなったぞ。ナイス、敵一人倒してくれたぞ。ちょっと我慢しよう。俺でも我慢できない人だから。ここいると思うんだよな。いないか。あ、味方待って。うおチャーが。あと俺チャーに狙わ、なんかいるし。やばいやばい。いや、オッケーオッケー。よし。いや、チャーに抜かれちゃったのか。敵陣地抜けた方が良かったっすかね。でもこれね、味方いいとこ戦ってくれてるわ。うおー目の前でハンコ。あー危ない危ない。チャー怖いよ。怖い。いやー、ちょっとこれ詰めない方がいいんじゃないか。やめろ。あー怖えチャー近くでも怖いよ。いや、近くでチャージャーと戦うのって結構プレッシャーあるよね。なんか勝って当たり前のさ、接近戦なのにさ、もし負けた時ちょっと恥ずかしいじゃん。しかもみんなに見られるのも恥ずかしいし。結構あれプレッシャーあるんよ。よしよし、ありがとうございました。うちの武器めちゃくちゃ強いんだけど、なんか。